アレクサンドロフスキー公園から見た、旧海軍省ネバ川対岸のワシリエフスキー島と向かい合う位置にある旧海軍省旧海軍省は、ロシアサンクトペテルブルクアドミラルティスキー地区にある建物で、かつてロシア海軍省本部がここにあった。現在はロシア海軍総司令部が入居している。 この建物は、アンドレアンザハーロフが設計して1806から1823年に建設されたもので、幅400メートルのファサードを持つ壮大な建造物である。建物の頂上の細い塔の頂上に、金の飾り鶏があるが、小舟の形をした独特なものである。北側は、ネバ側に面していて、東側に、エルミタージュ美術館、南側は、 アレクサンドロフスキー公園に面していて、西側に聖堂の騎士像がある。ここからサンクトペテルブルクの目抜き通りであるネフスキー大通りが始まるので観光名所の一つでもある。世界遺産のサンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群の構成の一つである。地球の歩き方、ロシア2008-09の旧海軍省付近地図世界遺産オンラインガイド。 ありがとうございます。